なにみんなに吐きつぶされて、このまま一生終わるのはいやさ。ある夜僕は荷物まとめてこっそり家を出て行った。夜更けの街は寒くって、体がこちんと凍えそう。これからどこへ行こうかな。歩けば惨めになるだけさ。夜更けの靴屋のウインドウ、ピカピカ靴が羨ましい。これからどこへ行こうかな。ごめんごめんと謝ったけれど、話せばなかなかいいやつさ。僕はそれから犬小屋暮らし、遊び相手になっちゃったのさ。